50代からでも別人級に全身痩せる脂肪燃焼エクササイズを行っていきましょう。痩せる効果のある歩き方というのは、腕をしっかり振って下半身を使って大股で蹴り上げる、そのようなウォーキングをすることで体が痩せやすくなっていきます。フォームを意識することが大事ですが、ほとんどの人は意識していません。なので今日から毎日このエクササイズを実践して痩せ習慣を作っていきましょう。怠け者でもダイエットできる。早速やっていきましょう。ではいきます。せーの、スタート。はい、ここまで肘をタッチしていきましょう。まずはね、軽く体を動かしていって、徐々にね、体をどんどん動かしていきますので、皆さんもですね、気軽に体をまずは動かしていきましょう。いきなりね、体をね、いきなり動かせるって言われてもね、体はまず動かない状態ですので、しっかりとね、動かせるように、まずはね、フォームを意識しながら体を動かしていきましょう。しっかりと息を吐きながら伸ばしていきます。これぐらいだったらね、まずできますよね。 OK。 では次にバンザイをしてもらって、このまま体を左右に倒していきましょう。それでは、いきますよ。せーの、スタート。はい、では万歳した状態で体をね、左右に倒していきましょう。この時ね、お腹、腹筋に力を入れながら体をね、倒していってください。で、この時にね、倒す時に息をね、ふーっと吐いて、吸って、吐いて、吸ってですね、これを繰り返してやっていきます。できるだけですね、この手はしっかりとね、ピンと伸びた状態のままで左右に倒すのがポイントです。しっかりとね、呼吸を止めないように体を左右に倒していきましょう。 OK。 次は手を前に出してもらって、このまま足を上げていきます。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、しっかりとね、足を上げてもらって、このままね、ぐーっとね、この手と足を当てていきましょう。で、この時にね、腰が反ったりとかですね、あの、体前に傾いたりとかしてしまいますと、しっかりとね、このお腹、腹筋に力が入りませんので、足がね、ちゃんと動かないので、しっかりとね、まっすぐ見ていただきながら足を上げていきましょう。この時も呼吸を止めないように気をつけて行ってくださいね。あともうちょっと頑張っていきましょう。 OK。 次は頭の後ろで手を組んでいただいて、このまま体をひねりながら足を上げていきます。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、このまま体をひねりながら足を上げていきましょう。ぐっとね、足をひねりながら上げていってください。こうすることによって、しっかりとね、お腹の腹筋、そして足の股関節、そしてね、この腕の肩ですね、ここが動いていきますので、さらに体がね、動きやすくなっていきます。しっかりと足をね、ひねりながら上げていきましょう。はい、呼吸を止めないで、頑張っていきましょう。はい、OK。それでは反対側に行きましょう。では行きます。せーの、スタート。はい、ここはね、また角をね、ひねりながら足をね、上げていきましょう。この時ね、できるだけね、腰があまり曲がらないように、足をね、できるだけ上げていきましょう。まあ、しんどかったらですね、このね、秒数じゃなくてね、回数でね、やっていただいても結構です。例えば5回からとかね、10回からとかでも結構ですので、しんどかったらね、休憩しながら行ってみてください。脂肪がどんどん増えててますよ。 OK。 同じように頭の後ろで手を組んでもらって、足を横に上げていきます。ではいきますよ。せーの、スタート。はい、でこうね、足をしっかりと上げていきましょう。これを行うことによって、脇腹のお肉ですね、この辺りもしっかりと引き締まっていきますので、できるだけね、高く足を上げるようにしていきましょう。こうやっていくとね、どんどん足回りが動くようになっていきますので、まあ、ここまでね、上がらないという方は本当に近づけるとこうやってね、
まずは近づけるだけでもいいんでね、上げるようにやってみてください。上がる方はね、このようにしっかりと上げるようにしてみてください。 OK、 では反対にいきましょう。ではいきます、せーの、スタート。はい、横まで反対側も同じように足を上げていきましょう。こうやってね、動かしていくとね、結構この左右差がね、ある方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんですけども、結構ね、そういう方ってこの、ね、足がね、両方うまいこと動けてないということですので、そういう方はね、できるだけ足も股関節まで動かしていただいて、こうね、筋肉をどんどん動かすようにしていきましょう。そうするとね、体の中の深い筋肉も動いていきますんでね、しっかりと動かしていきましょう。 OK、 では次は足を上げて後ろに出して、ぐっと前に蹴って足を上げていきましょう。ではいきます、せーの、スタート。よし、出してあげてから後ろに出して、しっかりと踏ん張っていきましょう。この時ね、壁にね、手をつけながら行ってもらった方がよりね、安全に行えますので、しっかりとね、この足を上げてから後ろに出す、そして床を蹴って足を戻す、これを行っていくようにしていきましょう。そうするとね、床をね、蹴る力がどんどん強くなってきて、普段のね、歩く時も歩きやすくなっていきます。 OK、 それでは反対側に行きましょう。では行きます、せーの、スタート。はい、チケット足上げてから後ろに出しましょう。踏ん張ってから床を蹴って足を戻す、この足のね、蹴った勢いで足をね、上げる感じですね。はい、頑張って頑張って、しんどかったら、ね、途中で休憩で待っても大丈夫です。またね、曲げないように目線はまっすぐ、そして足をしっかりと上げていきましょう。頑張って頑張って。 OK、 では次はスキーバンザイを行っていきましょう。このようにしっかりと膝を曲げながら、後ろに手を出してからバンザイしながら手を上げる、同じようにずっと上げていく、これを行っていきましょう。ではいきます、せーの、スタート。はい、しっかりと腕を後ろに出しながらバンザイ、そしてしっかりと後ろに出してバンザイ、この時ね、お腹が伸びきるようにしっかりと上げていきましょう。そしてこの腕を大きく振ることによって、腕周りもね、しっかりと大きく振れるようになっていきますので、しっかりと腕を振りながら動かしていきましょう。もうちょっと頑張ってください。あと少し、呼吸を止めないで。OK、 皆さんお疲れ様でした。より短期間で効果を実感できますので、1日に1セット、ただ無理だけはしないでくださいね。ぜひこの動画の下のチャンネル登録と高評価のボタンを押してください。